その組で少しやっていきたいと思います。すごい簡単なのでね、やってみてください。今日もボール使います。はい、仰向け横になってくださいね。はい、仰向け横になったら体まっすぐにします。はい、両膝立てておいてください。さあ、そしたら右の足をゆっくりと、すねが床と平行のあたりまで持ち上げてください。はい、で膝と、股関節ですね、一直線になるようにしておきます。そしたらこの足を、キープしたままで、もう片方の足も同じように持っていきましょう。はい、ボールをこの太ももの間に入れておきます。さあ、そしたらこの膝の角度90度が崩れないように、いつでもキープをしてボールをしっかりプッシュしておきます。はい、手を腰の脇のあたりに置きます。はい、さあ、そしたらですね、息を吐きながら、左右に足を倒していきます。足を倒していくんですけれども、体がぶれないようなところまで、倒していきます。丁寧に倒してください。はい、では一緒にやっていきたいと思います。左右2回ずつやりますね。はい、では鼻からゆっくり息を吸って、口から息吐きながら右側に、この白い壁の方に倒していきますね。息吸って、はい、吐きましょう。少し倒していきますね。たくさん倒さなくて大丈夫です。戻していきます。真ん中戻します。息吸って吐いて真ん中、左側、カメラの方にも倒していきますね。息吸って、はい、吐きます。真ん中戻します。吸って、はい、吐いて、もう一度壁側の方を倒していきますね。